自衛隊そのもの、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊を皆様に知っていただきたいと思って我々は活動しております。さてもう一曲アンコールということで、自衛隊の愛称か、先ほども歌いました浜野桃子一等陸士と、打楽器担当の菊川隆史二等陸曹で、自衛隊の愛称か、この国はという曲があります。この国はは、作曲が古関裕二さんなんですね。美しい日本を歌った自衛隊愛称歌をお送りします。この国はお聴きください。
晴らしいところで演奏させていただいて、我々は本当にありがたく思っています。60周年ということで誠にねおめでたい中ですが、ライオンズの活動というのは奉仕活動です。我々のように演奏会を開いていただいたり、柔道の大会を主催してくださったり、盲導犬の方に盲導犬の援助をしたり、または足長おじさん、ね、よく皆さんお聞きになっておりますが、そういったところにも支援をされている方々なんですが、本当にありがとうございます。さて、そろそろお時間でございますので、最後の曲を、話ししましょう。やはり自衛隊ですので、行進曲を希望されている方が多いと思います。一番初めに君が代を斉唱させていただきましたが、最後は君が代行進曲でお別れします。本日は誠にありがとうございました。スペシャルコンサート in 堺、すべてのプログラムを終了いたします。